ーツです、大変気に入って使わせていただいております。こちら、1976年製の、ね、フェンダープレジオンベースですね、だいぶ、こちらのね、ソフト99のコンパウンドで磨いて、だいぶ綺麗になってきました。ピカピカで音の方なんですが、やはりネックの反りがね起こっていて、いわゆる順反りという、こう逆への字になっている状態なんです。で、まあたんびたんびね、少しずつ直していってるんですが、今の段階ですね、ちょっと弦が太すぎるようなんですね。でまあ僕は割とこう順取りの楽器は弾きやすいんで弾けちゃうんですけど、ただ楽器にとってはね、そのあまりに順取りの状態にしておくのはかわいそうなので、弾き終わったら弦は緩めるようにしてます。音なんですけどやっぱいいんですよね。しばらくベースレッスン受けて、で自分なりに練習してみた結果、ベースという楽器が徐々に理解してきました。はい、ヤマハのねミュージックスクールに通って、ベースのレッスンを受けたんですが、先生の方から割とベース向いてるんじゃないかって言われて、調子に乗ってますはい、好きなんでね、ベースがすごくね。で気づいたのは、どうしてもギターだと、ベース音を伸ばす、なるべくベース音を伸ばすように意識して弾くんですが、ベースの場合は割と切ってしまった方がいいんですね。パシッとこうブーンツブーンブンバンブンブー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 ンツブーンブンブンバンブーンとやるよりも区切ってしまう、ツッツッツッツン、テンポよく区切ってしまった方が、バスドラとタッツッ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 とね、テンポよく切ってしまった方が、リズム感のいいベースに聞こえます。でベースはやっぱり難しいんです、すごく、ごまかしが効かないです。ある意味低音のリズム帯とリズム楽器と、弦楽器の中間的な役割を果たすんでね、すごく難しいです。でベースがヘボいとすごくそのバンドがかっこ悪く見えるんで、録音の時もすごく気を使っています。なのでね、なるべく弾き終わったらまず緩めてあげる、少しね、ペグ2回転分ぐらいでいいと思います。ちょっとこうね、ネックが戻るような形にしてあげます。ベースの弦っていうのはすごく太いですし、引っ張る力も強いんで、やはりネックが反りがちなんでね、気をつけるようにしてます。はい、とてもね、この楽器自体、高価なものなんで、安いからどうっていうのはないんですけど、やはりお借りしてるものなんでね、丁寧にすごく慎重に扱ってます。はい、僕に預けて、楽器がね寄り添ってしまったりしたらそれは大変なことなので、いつかねお返しする日には相当お借りした当時よりコンディション良くなってるんですが、よりね最高の形に持っていくべく、毎日メンテナンスしてます。改めて今回ご紹介したのはこちら、1976年製のフェンダープレジオンベースです。とってもね、オールマイティに使えるベースなんで、とても気に入ってます。はい、僕のね音楽の中には欠かせない存在になりつつあります。そういったわけで、この色もねタバコサンバーストで、
気に入ってます、はい、それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。竹下敦がお送りいたしました。それではまた。